ケントフ会のパニポニパパニプスちょっと長いバージョン時刻は深夜一時を回りました皆さんこんばんはどうも腹痛の時の祈り神ケントフ会です この番組はピン芸人で音楽プロデューサーもなんちゃって言ってます僕ケントフカイが番組を通じてさらに音楽と向き合い新たな出会いと挑戦を繰り広げる正統派音楽番組でございます今回の異名は磯野勝夫さんからいただきました腹痛の時の祈り神でございましたいいですねやっぱお腹が痛い時はねやっぱ神頼みしたいんですよ私はねナンバのコーラックっていうのもあるんですよはい。それでね ちょっとと上位互換というか腹痛の時の時祈り神、はい、非常にいい意味をありがとうございました。でねこの間これぞ T 教だなと思った先輩と仲良くなったとあの話があるんですけれどもなんとね大宮の出番で鬼越トマホークさんと、えー、仲良くさせていただきましたこれザ東京でしょうなんかね鬼越トマホークさんって本当に2人が仲良くてもうずっと2人で楽屋で喋ってるんですね。 で僕ちょっと喋りたかったんで近づいてあのいろいろ喋ったんですけど最初は怖いかなと思ったんですけども全然優しくてもう本当にゴシップ大好きコンビもう何かあったらすぐゴシップを喋っててで盛り上がっちゃってその後なんか喫茶店みたいなところにも連れてってもらってもいろいろ喋ったんですけれどももうたくさん聞いてばっかだったら申し訳ないんで僕も一つだけねちょっと大阪のゴシップをお届けしました、えー、それがですねいよかな あのかなりこれゴシップなのでちょっとここだけにしてもらいたいんですけどもダブルアートのシンベイさんはいあのー、もうすごい巨漢のね体してるんですけれども、あのー、一時期ダイエットにはまりまして1 3 0キロぐらいから8 0キロに痩せた時があるんですよ。で痩せたからシンベイさんも結構ねテンション上がってもうその太ってた時代のもう 服を衣類を全部後輩にあげたんですよでも俺は太らないからあのもう細身のやつを買ったんですけれども2ヶ月後ぐらいにリバウンドしまして全戻りしたんで今しんべヱさん服1着も持ってませんこちらゴシップでございます X での番組実況感想は「ハッシュタグパニプス」「ハッシュタグパニプス」でお待ちしておりますさあ今週番組を一緒に届けてくれるゲストはこの方この玉 下龍前田でーすお願いします <laughs> 誰に呼ばれてんだよはい。四根の玉なんか犬屋舎とかに呼ばれてました <laughs> 呼ばれてたみんな俺探してました <laughs> 犬屋舎と関係ありそう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 カゴメとか <laughs> ごめんでもね、その時ね、東京フレンドパーク見てて見てないのよ。最悪やん。めっちゃ裏見てるやん。悪いけど、それ裏やで。ライバルなのよ。それめっちゃ裏やで。あれって月曜やったんや。月曜7時ぐらい。はい、全くかってます。いや、裏やわ。ごめん、だけちょっと分からんかった。裏みんなや。ということで、ありがとうございます。 水なんかありましたっけっっ俺だから俺ないと思ったっけど自分で買ってきてさこんなないやったら水あっていやもう俺ほんまに、うん、マジで水も何もないラジオネイージやったっけ <laughs> ちっパニーポニパパニプスをなめないでくださいなめるっていうかいや、うん 水なかったわってかったあったっけじゃなくてなかったわ昭和のレイディオじゃないんだから完全にそうやあるだでもこれおかしいも飲み物しかないじゃねえかよこれテーブルには4個あるや水水水ウィルキンソン水ウィルキンソン俺知らんかったほんまにあるやありがとうございますウォーターレイディオでもあるあウォーターレイディオでもある今日雨も降ってねそうですそうですそんなねリュウジ君にね一つご報告ありますんですか バニーブスに任命いたします。おめでとう。な,な,なんなんそれ。おや自前。<laughs> え、あ、なし、音とか。自前。めっちゃ自前や,めっちゃやっぱ水もないって。この前なかったって。<laughs> でね、これ何かと言いましたんな,なんなん、バニーボニーバ、バニーブス。私はパニーポニーパパニーブスなんですけども、はい、あなたは全部濁ったバニーボニーバ、バニーブス。えー、なに。 えこちらはですねえ任命された方はですねこちらのパニーポニーパパニプスのラジオ頻繁に出ますおめでとう <laughs> 自前自前やわ頻繁に出る嬉しい嬉しい嬉しいはいむっちゃ嬉しい 過去でいったら前回紅ショが稲ちゃんとか水村金ちゃんコットン西村ダブル東東前田龍二ここが頻繁に出ますえ東も東は大阪支店大阪で撮るときに出るのってな大阪の回数多かったら東ばっかの意味分からんって東京に所属しといて東京のバニーたちは何もやらんのやろバニーたち。その。 バニーボーイことリュウジ君最悪やわ <laughs> 恥ずかしいわ <laughs> バニーボーイえちょっとこれからよろしくお願いしますいやいやこちらこそありがとうございます、うん、なん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 その頻繁に出るでねこのね、うん、バニーボニババニプスって名前なんですけども、はい、あの僕がいいなと思ったら、うん、濁点が破裂音にちょっとずつ変わります、えー、で最後にパニーポニパパニプスになってくれたら結構ハイタッチって感じ いやそのやる気起こらんないけど別にそのルールそのルール何にもやる気起こらんかったっやけどいやいやないないない誰がパニボニーバーマニムスになりたい <laughs> <laughs> そんなやつ一人もらえ今さっきバニーボニーになったばっかやのに<笑><笑>今急に言われて今パニボニー目指しますってなるわけないや誰が目指すんだからこれ何年後かぐらいにこのラジオ聞いたら、うん、うわ俺若いなーってそんな言ってんじゃんってじゃあなら てうわ俺、あん時から変わってないなってなるって。いや、そのなんなん、利点あるんパニポニになって。いやいや、それはええとこあるんああ、もちろんたくさんですよ。何そのええとこが分かったら俺を目指すやん。他のみんなを目指すと思うで。みんな一緒ちゃうどういうテンションいや、いいよか みんなさ絶対俺と一緒やろリュウジが段違いで文句言ってる嘘やろなんでみんなパニポに目指す俺マジで本当前世紀の張本勲かと思ってるもんいや勝つ。めっちゃ勝つ入れてる大谷翔平にも入れたけどなあれ知ってる古田敦也の引退した時にも勝つだなんでなんぞしかもあれ坊ちゃんスタジアムやろ愛媛県やで俺俺おったとこやもう古田のお母さんも多分ね愛媛なんよ そうなんでそれでなんか2,000本打った時かな音が忘れたけどボールなんかスタンドに投げたんやんええー、そうなんかあったあったすごいなでそっからあれよ、うん、そのホームラン打ったら古田毎回眼鏡を寄付してるからねえー、古田 <laughs> すごいなんか赤星が盗塁したら車椅子みたいなすいません何嘘ついちゃいました死にア。死にア。 ななんんぞこいつふざけんなよ突っ込んでくれるんかなと思ったら結構フルタの熱が強くていやちょちょ今のでさ「いや嘘つけ!」ってならんてでリアルやんリアルリアルフルタホームラン打つごとにメガネプロ野球選手ってそういうのやるやん例えばなんかこう病気のなんかとかなんかあるも募金がうんぬんとかあるから難しいかいや誰が突っ込むぞお前メガネてってフルタメガネしてるし そうしてないなんかガルベスとかやったらわかれてる <laughs> 確か<に>ガルベスがなんか三振取るごとにメガネとかやったらほんまとか言うけどえ <laughs> これだえらトランペットとかだったら嘘だってなるかいやそれでもあそうなんメガネ型のトランペットいやそれやったら嘘つけってなるわな、なにそれっていうか <laughs> 嘘つけよりな、なに言ってんの、まあ ちょっとねいろいろしゃすみません喋っちゃいましたじゃも脱線しすぎやろ悪そうって感じめっちゃ変わったよ、え悪きゅって感じいつまで話したいんすよヤキもうええやろ。なんでまだやりたそうなのわけわからんじゃなななにあのいや普通にやっぱりちょっと家の感じになっちゃう一緒に住んでだからいやまあね確かに確かにあのさ 意味わからんでも俺も単価らんなし。ガラ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 。さ家の感じすぎる。あの、前回出てもらった時に、N. H. K. 髪型漫才コンテスト。出演決定って感じ。出演決定、じゃ、じゃ、超待って、意味わからん。じゃ、じゃ、決勝進出とかやろあれ、なんでテレビの一個やと、とらえとん。おかしいやろそういうオーディション番組みたいなイメージちゃう。 ねゴッドタレントとかやったら出演決定 <laughs> わーでわかるけどオーディション番組ちゃうなオーディション番組ちゃう、ねね、確かなんやん決勝進出や普通ポロリで脱落っていう, <laughs> もう最悪よほんまに、うん、あ,のあれピンマイクね、うん、ピンマイクポロリ ピンバイクがポロリしてで胸元でずっと揺れて俺ほんま催眠術師みたいにっとほんまにそんな催眠術師みたいな髪型催眠術コンテストやっら優勝してる一番近かったから髪型ええその占いなんだっつったっけ催眠術コンテストね出演決定もうええってだからそれはもうテレビの一個やわでねほんと気になって舞台だったからさテレビが見えなくてさ シモリューってめっちゃ検索して。ああね、いつも面白いもん今回出てたね。いやありがたい。うん、ありがたいけどね。よかったよかった面白面白いで、俺行くんじゃないかなと思って蓋開けたらどうだったんですかこれは。蓋開けたらマサさんの一票だけ。<laughs> <laughs> ありがたいよ。他の方が二票二票入ってたんけど、ね。そうそうそう四組おって、うん、審査員が七、えー、人やったんかな。はいはい、で他の三組に二票ずつ入って、うん、マサさんが俺らに一票。うん,うん。 でマサさんが決選投票ってなって、うん、その時に俺と下田で必死にマサさんもうそのままあの俺らで票を動かさずに番組ぶっ壊してくれってめちゃくちゃ打って <laughs> <サ> <laughs> 花はまさに NHK をぶっ壊せもうええわ <laughs> このラジオええんや立花 <laughs> ええんや立花さんもう、うん、バニー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 バニ 手にせえよ。どれ <laughs> がついていくの？<laughs> 今ね、ちょうど土地事線もやってますけど、関係ないよ。うん、関係ない関係ない。どって慣れた？いやでもまあなんか楽しいのは楽しいっすかね。んなんかいろいろ行ってますね。休みの日とか。最近なんか増えた？うん？ん なんリュウジとメシ食うメチ食う詐欺を私はしててさうううんんんちょっと今単独もあるから誘えなかったそうなんよメシねこの前一回行ってねラジオ終わりやったっけあれそう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 ねあれのおかげでなんか新しい人増えた俺マジで増えてない何がラジオで今破裂音俺獲得できてないお見事えっ獲得ですつまんな すまんなハイヤこびラジオやんけこんなもんこびたらええんかバニーボニーババニープスになりましたのでじゃあ最初からそうちゃうもうそこら辺知らんないけど違う違う違うめっちゃ知らんわなかなか増えないよねいや増え全然ないだからでも後輩とかがなんかこう言ってくださいよって言ってくれるのめっちゃ嬉しいっすねおーあるあのでもあれかなあの いやったっけ他にもおったら申し訳ないけどあの,あ,のあいつ言ってくれたあのね笹本。 あ笹本はめっちゃ行ってくれるそうそうそうなんか嬉しいなそういうのは嬉しいっすねあいつ面白いなあいつ面白いそうなんかね行けたらいいなと思うんですけどいや家遠いんすよね有事出てしかもあんま後輩誘わんでしょう俺あんまないんすよだからそうそう大阪からこっち出る時も送別会ゼロで来たけんめっちゃ寂しい俺と下田送別会ゼロで下田最後の3日間ぐらい別の家住んでたんすけど家族とねで家族がもうおらんなって寂しいからって言って最後の3日間俺んち てましためちちゃゃくでそう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 ケンドさんが先出てあのあとあったやそうあの間リビングにあいつずっとってむちさんいいわから今あの家さとんでもないことになってるよ何俺この間大阪帰った時ああ飲んでたねあの一泊させてもらったんだけどでも最初に行った時に近藤と粘土が仕事でいないだけど鍵はあの 作家の青あがあいつねうん開けといてくれるって言ってドア開けた瞬間に青山がんかコップを2つ持って「こんちょうす」みたいな「あれ?」「能美鈴さん」みたいな感じで「えすみたいなんか感じして部屋に戻ってっただけえ思い出それだけあんな懐かしい家が。 今あの冷蔵庫の位置を思い出してください。冷ありましたね。ええ懐かしいよ。薄い壁があるじゃないですか。でその隣にえっと青山の冷蔵庫があります。だから冷蔵庫薄い壁冷蔵庫のバイク川崎バイクホース。何しとんさそれ。あんたが勝手に持ってるだけ。肝。マジで肝家なってますよ。なんか聞いたわそれ。青山がなんか自分の冷蔵庫もみたいな感じだったんですよね。そうそうそう。じゃあええやんね一個で。一個でいいのに。何がえ結構入れる。 あいつそれわかんないけど俺らの使ってた冷蔵庫開けたらカスカスえあのニンニクの皮しか落ちてない <laughs> 俺らパンパンに入れてたのにあの家今どうなったの俺さなんかあのあれ以来。 行っっってからはいやまだ一一回回も帰帰たあの粘土が俺の布団セット一式捨てて俺が腹立ってブチギレに帰ったのは一回そう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 俺が先に東京行かなあかんでも引っ越し業者が来るのが俺が東京行った二三日後みたいな俺仕事の都合で早く行かなあかんかったから荷物置いとくからあの引っ越し業者さんに「これとこれとこれだけ捨てて」っていう何個か言ってあとは全部運んでくれって言って「分かりました」って言って 今度メモ取ってないけん大丈夫かなと思ったらあいつ言ってない布団セット捨てとって俺先輩からもらったのに結構いいやつだよねそうそうそうでそれであのその布団セットがなんかゴミのコンテナみたいな引っ越し業者のそのとりあえず入れるゴミのコンテナみたいなその汁が付くとかではないですけどとりあえずゴミを集める場所に置いちゃってますみたいなそれはしゃあない引っ越し業者でも一個これ粘土ムカつくなであと俺がその何その 布団をとりあえず運んでもらうまでの間寝なあかんマットレス掛け布団枕これを買わなあかん東京に来てすぐで買わなあかんかったで届いた布団をクリーニングせなあかんでそれは普通のとこじゃ無理やけん取りに来てもらってでそれをまた送ってみたいな布団専用のクリーニングでやらなあかんかったでそれを届くのに。 あのこの日にしてくれって言ったけどちょうどその時外で撮る機会多くてなかなか受け取れんかったっていうので腹立ちすぎてあの面、ー、倒にブチギレに帰った大阪が1回 <laughs> 1> この説明はめっちゃ長くなってった <laughs> 俺「<laughs> ハリー・ポッター」かと思ったもん今賢者の石賢者の石俺も話してて、うん、なんで喋ってるんやろっていう今どんどん不思議になって今こ長いところ <laughs> 全部ピーヨン入ってます やばすぎるやんびっくりするって深夜やと思われるで夜中よテレビついてたっけっていいてカラーバーあもう時ぐらいれる、ね、カラーバーかやと思われるミスターカラーバー何がなんぞ <'s> <laughs> あれいや俺ち、ね、ょっと腹立つな相変わらずねんど俺はやっぱあいつの SNS とかであいつの笑顔見たらやっぱあい、うん、ちょっと先イラつきます、ね、いいでしょそれはちょっとまだ許せんかも 年でも粘度もあれ問題じゃんあれやばいよ <うん S 1> 俺本当にだって帰った時もあいつなんか連絡して「でもうそろそろ行くわ」って「分かりました」で家入ろうと思って鍵かかっとってピンポーンってなっかなか出てくるピンポン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 ってやってた「すいませんちょっとうんこしてました」コて殺す声いつ タイミング何考えたんって思いましょうがないやんそれは。むっちゃ腹立つ。俺がおまに怒りに行くっていう直前に。それだっていいのか。うんこが多分いややん。すみませんあの今ちょっと粘土してましただったら。じゃあん殴ってまうわ俺。ボケてるや。大変。またしてダメか。そうやでめっちゃでそれで帰ってでお前さ俺言ってなかったやんとかってちょっといろいろ言って俺はこう思うみたいな言ってたらすみませんすみませんみたいな。 真剣に謝るんやけどあいつ多分謝り慣れてるんが分からんけどよしよしょで「すみませんほんまに」「ちなみに今回って仕事で大阪ですか別の話題にしようとする」「俺ああそうやでちょっとこういう仕事で帰っていやでもなこれこれこれあほんまそうっすかすみません東京今どの辺すんでんすかこいつ殺したのかもしこいつは話題変えようとする怒りすぎてるってえっ 今思い出してむっちゃうなついてきたケントさんの「パニーニババニブス」でちょっと怒りすぎですすいません「バニーボニババニブス」に降格ですどうでもええんよ俺はあれ取れとったんやほんまにどうでもええかもいやほんまやちょっとまだでも今このコーナーに合ってたかもしれないほんま早速いきましょう今週の「パニプス」懐かしいでしょ懐かしい 忘れてたでしょ。あったこれ。お互いの先やった。<laughs> 俺が一番苦手なコーナーや。マニペスなんでなん。<laughs> 今までやったコーナーで一番苦手。<laughs> このキッドは愛楽なんでもいいからここで言えばよかったのに。<laughs> のいいのほんまや。健斗、うん、さんの携帯見てあの、うん、いつあれね。 X、うん、x 見た時に何か大阪の何か写真が上がって、うんうん、あのあいつね粘土の笑顔わった時、うん、俺ちょっとイラついたよなわちじゃあ分かったもこれが隆二のために <laughs> 俺隆二大好きだから、うん、大阪帰った時は粘土とテコンドーの顔モザイクかけた時まね。ほんでテコンドーはもういいよ。<laughs> 今度は信用に戻ったから <laughs> あんな空白の1年があったのに<う> 1? 1> <laughs> のニコロビンかと思ったのやつ、ね、<laughs> そうそう空白の1年があったのにもうほんと仲直りしたのね <laughs> なるほどじゃ3人で飲み行こうやあ行こう行こう俺だってちなみにテコンドーに新たに2万貸しましたから、うん、おお、えっ、ーうん、大阪帰ったタイミングであいつがチャリをなんかパク、うん、盗まれたかなんか,確かに最悪やって言ってたから「じゃあチャリ買ったらええやん2万貸すわ」っつって。 あいつ今なんか黄色のミニちゃん乗ってるよふざけんなよ金返すや <laughs> こ俺バナナかと思ったもんえぇミニすぎてミニすぎる靴や <laughs> 黄色い靴やったらバナナって言うとまだわかるけど <laughs> チャリでバナナってよっぽどや、ね、マウンテンバナナかと思ったマウンテンバナナってなんなんぞ今週のパニプス意味わからんのよ店舗も二十点ぐらいし <laughs> で面白さもちろんゼロ点最悪もちろんゼロ点お邪魔ゃどれみたいに言うのよいやええわはいあのねまあ今回いろいろ喋ったのであのリスナーの方からいただいてるやつをあの聞いてゆうじが判断してもらいたいわかりましたでこちら見てくださいなになに判断する これパニプス、ナイスパニプス、スーパーパニプス、ファンタスティックパニプス、はいうん、ノットパニプス、バッドパニプスあります。あ,あなるほどね。ファンタスティックパニプスをもらった、えー、リスナーの方には、なんとステッカープレゼントいたします。今までどんな感じなんステッカーって。えー、今の前回、稲ちゃんだったんですけれども、うん、稲ちゃんの時はステッカーゼロ枚で。キこれかな何、値打ち超えていいから。あ、ほんま。リスナーはやっぱこれ鍛えなくちゃいけないから。ど,どういうあれなんもうここにはない、今、現物ステッカー。 ステッカーはあでもステッカーパニーポニパパニプスっていうステッカーいやだからそのゲーム像見せろ言うとう俺はノートパニプスいらんわノートパニプス俺もう今日中0人違うやつなるんじゃう <laughs> パニポリ俺じゃなくなるんちゃ変わるかもしれないよ本当に <laughs> ありえるぞあ 新的田畑雅人結婚おめでとうございますお前おめでとうこれファンタスティックパーディブルこれはファンタスティックパーディブルこれは田畑さんにステッカーをおりしますめっちゃ嬉しいわこの前ねたまちょっと前大阪おった時もたまたま夜中田畑さんがわあって向こうから歩いてきたんやけどたまたま夜中なんか飲んでたみたいなんで田畑さん歩いてきたんやけど帽子あの2位よってわかるラッパーの頭の斜め半分ぐらいで帽子かぶって

おもろすぎるんよあの人。ということで今週はパニックスでございます。行きたいと思います。まず最初ラジオネーム広島市の D ランさん。まんじゅう食べて銀歯取れサブで使ってたスマホ壊れ翌日かかりつけの歯医者さん電話したら臨時休診で仕事で使う時予備も含めて電池切れてたここ2日間の出来事何なんぞこいつ。 あんたの読み方もなんか問題あるて <laughs> むっちゃ嫌なやつやと思った俺 <laughs> そんな読み方したらむちゃくちゃ嫌なやつやっけん俺全バッパニブスの方が言い,いそうだったんやけど <laughs> こんなむっちゃ嫌なやつに聞こえるそいつ悪くないのにきっとむちゃくちゃ嫌なやつやいやいやいやそうだそうだまんじゅう食べて銀歯取れ、うん、サブで使ったスマホ壊れ、うん、翌日かかりつけーの歯医者さんに電話したら <laughs> 臨時休診で <laughs> 仕事で 使う時き呼びもを含めて電池切れた。ね、2> ここ二日間の出来事。なんなんぞその読み方だから <laughs> 嫌なやつやと思ってます。<laughs> だっては <laughs> バッドパニプスなん <laughs> でだよ。あんたの手やろ。<で>読み方が悪すぎる。<laughs> む <laughs> っちゃ嫌なやつやと思ったなんか社会に不満しか言わんようなやつの最悪の人間に思ってもったちょっと待って厳しいねー厳しいねじゃないもっといい読み方あるっていい読み方ねそうやって,てちょっと頼むわ最近あったパニプスの出来事はバットパニプス確定 <laughs> 確定室全開転バットパニプス全開定 <laughs> やあっ 泊まったホテルのドライヤーが春のそよ風くらいの風量だったことでーす許さん絶対待った <laughs> 悪すぎる読み方悪いってだから <laughs> 腹立つんやそいつはえ安定はいやバッドマニブス,バリブス厳しい俺一番厳しになってないちょ <laughs> 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 やばいあんたの読み方がやばいって <laughs> 腹立つもんそいつ二 <laughs> 人とも エンンントリーナンバーーナバワももツむっちゃ腹立つ喋 <laughs> り方の問題かいやそうやで普通に読んでってん<ー>なんぞ結構厳しいかと思ったらそっちねいやそう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 のやっぱ、うん、こうファーストインプレッションというかじゃあそれ大事やけシンプルなのいこうかな何 えー、ラジオネームさん、うんえー、先日、うん、横断歩道の押しボタンを押そうとした時、うん、反対側の押しボタンを3歳くらいの男の子が頑張って押そうとしているのが見えました、うん、男の子は背伸びをして頑張っておりその様子をお母さんが応援しているようでした、うん、久々に癒しをもらって可愛いななと4秒くらい見ていたのですが、うん、どうしても待てなかったので、うん、ボタンを左手で押しあさっての方向を向いて知らんぷりをしておきました <laughs> 世間に揉まれなさい。<laughs> バッドパリブス。そこまで言わんでいいやろ。<laughs> そのいやわかるで気持ちは。今日じゃめっちゃわかる。世間に揉まれなさいとかこいつ何騒なんぞ <laughs> ふざけんなよ。<laughs> 調子乗んなよ。<laughs> 世間に揉まれなさい <laughs> ちゃうんよ。 お前かららいいんわこれやまあねその男の子が急いどったっていうのは分かるんやけどその押したい気持ちも分かるし押すのもめっちゃ分かるんやけど世間にもまれなさいっていうただの自分への言い訳やろ押したことを肯定するためだけの自分への言い訳これはバッドパニプスとなりましたところで今回今週のパニプスゼロパニプスです。 俺ほんまにハリモトやなめっちゃ厳しい大丈夫稲ちゃんもハリモトハリモトすぎるってこのコーナーほんまに捨てか捨てかないと思われるぐらいこれファンタスティックパニクス出さないでくださいって言われてると思うぐらいバッターとかハリモトリュウジと稲田勲がハリモト分けてる稲田勲っておっさんすぎるやんハリモトミキでええやん で俺、前田伊で。前田勲でいいの性別むちゃくちゃなってまう。え、お母さん名前なんだったっけえ、せつ。おおひらがなで。ひらがなでおばあちゃんすぎるじゃん。じゃあ、珍しいやけん。見つかってまうやろ。見つか親せっかく隠れてるじゃん。張本せつだったっけ張本せつちゃう。俺、まず俺が張本ちゃう。 はあ今回は残念ながら皆さん「<laughs> えー、ノッのパニプスだったので皆さん「ファンタスティック・パニプス」目指して頑張ってください,、はいはい、いやち,ちなみにさ俺「バッドバッド」って言ってたんやけど、はいうん、この「パニプス」なことを俺が聞いて「うんうん、あめっちゃええやん」ってなったら「ファンタスティック・パニプス」とか「A」のを出すっていって <laughs> 最後の世間にまれななさいんて最初の2つはごめんケンドさんの読み方が悪かったそうかなそうそのせいで俺はあげれんかったけどそれで「ええやん」ってなるやったら最後のは俺は絶対にあげれ俺のブランディングがむちゃくちゃ載っても最悪の人間いやいやもまれて龍二ももまれてほしかったからいやんでなのにじゃあそんなん子供はもう宝ですかあそれはそうですよねそうですよダメダメそう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 明るいのちょうだいということで生徒派音楽番組ということ なんなんでここで、えー、楽曲をお届けしたいと思いますお送りするのはですねダブルアートさん率いるウォートで暴力の歌いでございます、うんえー、こちらはですね今週7月3日にリリースされた新曲でございますやっぱダブルアートさんこっち、えー、ウォートも本気でやってますのでああそうですね夏味が入ってますからねなんか PV とかもね、うん、笠谷が撮影したみたいなやつやったっけ<う>あれかっこよかったですね ハリモト・イサオが PV 編集してたらどうだろうむちゃくちゃなるてむちゃくちゃやり方わからんねえけどめっちゃ裏とか映しとんじゃん俺どうすんのとか言ってるんとか休憩です下ネタとか言いまくってるシーンとか出まくるって下ネタとか言いまくってるシーンなんかないじゃ裏なんか下ネタ言いまくってるシーンとかまあではねちょっとお聞きくださいシオートで暴力の歌え お送りしたのはウォートで暴力の歌いでしたウォートはですねダブルアートさん主催の音楽イベント7月29日に大阪ナンバーハッチで開催されます新県音楽祭に出演されますこちらですねゼードルもですよねケンドさんも出ますよね他にもねジュースゴクゴクラブとかラニーノイズとか伊沢張本とかもねえぇっ伊沢張本登場何するん主に素振りらしいです音楽ちゃうやん 何が真剣音楽祭 <laughs> 真剣なだけやん多分 <laughs> <laughs> 音楽の方撮れ <laughs> <っ>となんで真剣枠で張本功張本とかって言ってさ <laughs> 海外スターみたいな <laughs> 真剣の方で撮ったらあかんのやってまあまあ音楽の方で撮られるダブルアーツむっちゃアホやんアホ、ま、やんしんべヱさん分かってくれ詳しくはねラフピースミュージックのサイトをチェックしてください、はい、ということで最後に今週のマジで耳に残らない「意味わからん歌」 な、何これね今私ずっとコロナ禍で曲作ってたわやってましたじゃんやってたやってためっちゃ変意味わからんほんまにあの絵がいっぱい出てくれたやろそれをずっとリリースしてまして15曲連続リリースという倖田久美さんと同じことしてたんですけどえ それは倖田來未の15目指してやっただけやろ高田組別に15は目指してなかった <laughs> い,やいっぱい出すっていうそのインパクトをやっとるけどあんた15目指してるだけでまあそれがねずっと前に終わったんですけども <laughs>、うん、ちょっとここ最近また復活しましてわすごっでこの「バニーボニババニブス」任命された人に毎回新曲を提供してリアクションを求めてるんですよええ、うんうん、で,これでしんどなんでそんなことするの <laughs> あんた単独も近いのに でこれはやりたいことありましてこの何曲かリリースしてって年末ぐらいに「バニボディババニブス」のメンバー集めてどの曲が一番良かったか判断して良かったやつをプロの作曲家の人に依頼して編曲して作ろうという。で「バニボディババニブス」のリュウジ君もコーラスとして入ってもらいます。 ななんんマジであんた音楽踏み虹になってジードルもそうやけどあんた音楽界土足で行ってるから前まではそうだったかもしれないけどちゃんと一流の歌って入れ意味わからん歌」は「ジードル」で戻ってきて「意味わからん歌」れバイク川崎バイク」「それどんだけ好き」なんぞ直属の先輩け好きってるから一回聴いてもらいたいと思いますやかりましたちょっと聞かしてタイトルなんですけれどもはい ええー、今回地震あります。うん、ええー、ニョーアンドニャーです。ニョーアンドニャー。一発目にニョ。<laughs> 黄色。ニョーアンドニャーで黄色や。<laughs> まあ、ちょっと一回聞いてもらいたい。マジで。はい。ほんま、では、行きたいと思います。はい、ええー、ニョーアンドニャーです。どうぞ。ニョー、ニョー、発散。そのまま歩く。ニャ、ニャ、おっさん。そのまま走る。やりたいことを。 やる人生ペラティスニョ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 トイレを車と思う世代ニャニョ !10 秒でございます。あキモもすぎるわ。ええあもうもうない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 です。これないあるわけないやん。 ニャン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 ほんまにえそんな風に言ってたよほんまに意味が分かんない私何にも感じませんでした,たで意味がわかりませんこれは辛いですねひどいですえそんな曲がこれ今エンディングなんですけどず、はい、っとエンドレースリピートされてるじゃじゃこれは分かんわ、ま 早く終わらんとダメ終わらんとダメそれはこの狭いブースから抜けれんわそのまま <laughs>、まあ、無理無理でもこれが実はでもじゃない下北とかだったら評価されるからあーない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 高円寺とかね聞いたくない知らんじ俺知らんけどないわ高円寺とか下北とか知らんけどない <laughs> ないですな何やってんのな, <laughs> なんなんこれ金取ろうとしてるってマジで詐欺やで <laughs> これはあかんってこ <laughs> 今のところ金は取れてないいやそりゃな当たり前やろ <laughs> <も>取れるように頑張りたいから <laughs> これやばい,でやいほんまに隆二はそういう,、まあそうね、意見は自由だからね え、なんんか正面ちょびっとこう入れてなるほどにゃとかちょっとじゃあまあこれは結構長い年月かけてあるからこれが最初だと思ってここから進化していくこれやばいってしかもえ、俺それぞれなんやろなんかみんなでこの曲いいですって持ち寄ってそれでグランプリ決めてみたいなえっ嫌やわ俺袋叩きやん 勝てるわけないってこれ。そんなじゃバトルロワイヤルだったら最初に死ぬって。最弱の武器渡されてるやん。違う,違うロテラの可能性もあるよ。そこがなんぞこんなも扱いきれんわ。ニュアン＆ランチャーで。ニュオン＆ランチャーこれたぶん玉入ってないランチャーカチンカチンとかって言って。いいンンでかいだけ。え。ションペンが出てきた。やめとんが俺のもの。<laughs> はいということで番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メッセージは FM 大阪のホームページトップにありますリクエストからこの番組選んで送ってください。選ぼか。まあ 選ぶか、おい、なやこれ。また、各種。ポッドキャストでは、過去のどこちから入れとん。そこちゃうや。ろポッドキャストとかに。ぜひチェックしてください。はい。ということで、あ、ごめんなさい、ちょっと時系列乱れてました。最終のゲストは紅生姜稲田さんです。 ミスってるやん。どっかで言っちゃってた。お前。稲ちゃんはちなみに色が出てめちゃめちゃ言っ,とったよ俺に。俺、ま。すいません。それだったら俺の方が先かそれだったらハリモトとか言うときど,どうするんだよ？はい、ま。違う違う。あれハリモトリュージと稲田勲とか言うとっ。やばいやばいやば,やばいて。で、まあ、そうなちゃんはこうやってやってたよとか言っとって。逆使ってもらおう。う使ってもらおう。これは使ってもらう。すいません。意味を。はい。ということで、えー、今週のお相手は剣道深いと下摩前田龍二でした。 このまま走るやりたいことをやる人生ペラティスニャ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 トイレを車と思う世代ニャニャ。